皆さんこんにちは。長年にわたり科学者たちは知的生命体が住んでいそうな太陽系外惑星を探し続けてきました。観測機器の性能が低いとはいえ、そのような惑星は多数発見されています。その中には天文学ファンなら誰でも知っているものもあれば、比較的知られていないものもあります。この動画で私たちは今年や去年といった比較的最近に発見された惑星をご紹介したいと思います。皆さん、こちらはトップランキングです。もちろん皆さんのために地球に似ている可能性がある天体をピックアップしてみましたよ。それでは始めましょう。グリーゼ 514b。 このランキングのオープニングを飾るのは2022年に発見された惑星です。これは地球から見て乙女座の方向およそ25光年の距離にある赤色矮星グリーゼ514を周回する惑星です。グリーゼ 514b と呼ばれるこの惑星は地球の5倍ほどの質量を持つスーパーアースです。この惑星の大きさは不明ですが、仮にかなりの大きさだとしたら密度は低いということですので、地表での重力は十分に許容範囲と言えそうです。この惑星は主星からおよそ 0.4 天文単位の距離にあり、1回の公転に140日間を要します。一般的に科学者たちは赤色矮星の惑星に懐疑的な立場をとっています。赤色矮星は非常に薄暗く質量の小さな天体ですが、気性が荒く放射線を放出しやすいとされています。赤色矮星の場合、惑星は主星のすぐ近くを回り、潮汐ロックによって固定され、通常は大量の放射線を浴びています。ところがグリーゼ514とその惑星は他のこのような天体とは違って有利な点があるのです。まずグリーゼ514はスペクトル型が M0VE 型というサブクラスに分類されます。これは最も高温大質量の赤色矮星で、もう少しで太陽のミニチュア版とも言うべき K 型の等色矮星に手が届く天体です。次にグリーゼ 514b は主星にそれほど近くはありません。仮に赤色矮星がもっと薄暗い場合、地表に液体の水が存在するには惑星が主星のすぐそばにいなければなりませんが、グリーゼ 514b にとってそれは必須の条件ではなく、主星からかなり離れた位置にあります。この惑星上では昼夜の変化が通常通り行われている可能性があります。グリーゼ 514b が抱える唯一の問題は軌道遠心率が非常に高いという点です。この惑星は主星のハビタブルゾーンにあることがほとんどですが、時には主星から離れすぎて冬になるとマイナス100度という厳しい寒さにさらされることがあります。ただたとえそうだとしても、ここに生命がいるとしたらきっと適応できているのではないでしょうか。テーブルサンザパイセイ D。 テーブルサンザパイセイは地球からおよそ60光年の距離にある太陽に似た恒星です。この星はよく晴れた日に町から離れた場所で観測者の視力が良い場合に限り肉眼でも見ることができます。この恒星系にはこれまでに少なくとも2つの惑星が存在することが確認されていました。1つ目の惑星は主星から 3.3 天文単位の距離にあり、木星の10倍もの質量を持つ巨大モンスターです。2つ目の惑星は主星のすぐそばにあり、地球の5倍の質量を持つ灼熱のスーパーアースです。この惑星の公転周期は6日余りです。最近、テーブルサンザパイセイに3つ目の惑星が発見されたという報告がありました。この惑星は地球質量の13倍程度と少し重く、1回の公転に要する期間は124日間です。つまり、この惑星は主星にかなり近い位置にあると言えるでしょう。それにしてもこの惑星はやはり面白そうです。まずこの惑星が海王星のようなタイプだったとしても、大型の衛星を持っている可能性が考えられます。次に
この惑星に関するデータの検証が必要とされています。もしかすると、この惑星と主星との距離はもう少し離れていて、質量もそれほど大きくはないのかもしれません。もしそうだとしたら、テーブルサンザパイセイ D は地球を少し暖かくしたような惑星なのかもしれませんね。ラランド21185D。 ラランド21185は太陽に最も近い恒星の一つで、地球から8光年余りの距離にあります。ラランド21185は赤色矮星ですが、グリーゼ514と同様非常に明るく、このタイプにしては大型大質量の天体です。この恒星には3つの惑星があります。1つ目の惑星は主星に近すぎますし、2つ目の惑星は非常に遠い位置にあります。私たちの条件に合致するのは最後に発見された3つ目の惑星です。この惑星はラランド 21185D と呼ばれ、質量は地球の4倍弱です。主星からの距離は 0.5 天文単位で、公転周期は215日です。つまり太陽系で言えば金星とほぼ同じ位置にあると言えるでしょう。ラランド21185は赤色矮星ですから、おそらくこの惑星はかなり温度が低いはずです。しかし、この惑星に大気があって、それが温室効果ガスを含んでいるとしたら、主星までの距離がそれほど遠くないので、それなりの温度を維持している可能性があります。HD24040C。HD24040 は質量も明るさも太陽に近い星です。この星は地球からおうし座の方向、152光年の距離にあります。2006年、この恒星に木星の4倍の質量を持つ大型の惑星が発見されました。その惑星は主星から 4.5 天文単位の距離を回っています。何年もの間、この何の変哲もない天体がこの星系で知られている唯一の惑星だったのです。ところが2021年にはこの星系にもう一つ惑星が発見されました。それが HD24040C です。この惑星ははるかに大きな関心を集めました。まずこの惑星は主星から 1.3 天文単位の距離を回っています。つまり太陽系に置き換えれば地球と火星の間にあり、地球寄りに位置しているということになります。また質量は海王星と同等か、それ以下と思われます。もしこの惑星の質量が過大評価されていて、実際は海王星よりも地球の質量に近いのだとしたら、この惑星は地球とよく似ている可能性があります。極端な話をすれば、スターウォーズに出てくるカミーノのような海洋惑星かもしれません。もし HD24040C が巨大氷惑星か巨大ガス惑星であることが確認されれば、この惑星には居住可能な衛星があるかもしれません。HD156668C。 HD156668 は地球からヘルクレス座の方向、80光年の距離にあるスペクトル型が K 型の恒星です。こういったミニチュア版の太陽は赤色矮星と比べると明るく、重く、暖かいのですが、この動画内でもすでにお話ししたように、太陽のような G 型星ほどではありません。多くの科学者は、まさにこの K 型の恒星こそが居住可能な惑星にとって理想的なスペクトル型だと考えています。その理由は、K 型星が穏やかで安定していることに加え、数百億年という非常に長い寿命を持っているからです。HD156668 には、これまで惑星が一つしか確認されていませんでした。その惑星は、1日余りで主星の周りを一周する灼熱のスーパーアースです。ところが、2021年に、この星にもう一つの惑星が確認されました。それが HD156668C です。この惑星は主星から 1.5 天文単位の距離にあり、公転周期は811日だと推測されています。もしこの惑星が太陽系にあると仮定すれば、ハビタブルゾーン内に収まる可能性が高いでしょう。
しかし HD156668 は太陽よりも少し暗いので、ハビタブルゾーンギリギリのところにあるのが関の山でしょう。ただそれ以外のパラメーターは地球とよく似ています。この惑星に十分な密度の大気があれば凍結を防ぐことができるでしょう。これで今回の動画はおしまいです。皆さんご視聴ありがとうございました。このように地球とそっくりな星を探し出すのはまだまだ難しいことなのです。そもそも科学者が発見する惑星のほとんどが巨大な木星型惑星や主星に近すぎる位置にある惑星、薄暗い赤色矮星の周りを回っている惑星、あるいはその全てに当てはまる惑星なのです。でも少なくとも希望が持てそうな惑星はいくつかありそうです。もしかするとこの動画で紹介した天体のどこかでいつか知的生命体と遭遇できるのかもしれませんね。チャンネル登録といいねをお願いします。それからこの動画を SNS でシェアすることもお忘れなく。皆さんよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。さようなら。